こんにちは。今日の講義は書籍、ちいかわお友達との付き合い方です。この書籍は、ちいかわたちと一緒にお友達付き合いの秘訣を学ぶ機会を提供します。小学生から身につけておきたい友情とコミュニケーションの重要性に焦点を当てています。自己理解を深めながら他者を尊重し、友情を育む心を養います。最初に考えるのは、お友達を作るにはどうすればいいかという問いですね。この本では、その答えとして自分らしさを大切にし、他者との共通点を見つけることの重要性を強調しています。自分を理解し、他者とのコミュニケーションを通じて友情を築く手助けとなるでしょう。また、もっと仲良くなるにはという問いに対しては、相手の立場や気持ちを理解することが必要不可欠です。この本では共感の重要性を教えてくれます。他者の視点から物事を考え、共感することで深い絆を築くことができます。さらに、モヤモヤした気持ちの時、どうしようという状況に直面した時には、どのように対処すればよいのでしょうか。この書籍では、感情を整理するための方法や適切なコミュニケーションの仕方についてアドバイスを提供しています。感情を正しく表現し、他者との関係を円滑に保つためのヒントが満載です。この書籍はシチュエーション別の Q&A 形式で構成されています。自分の行動タイプや感情に沿ったアドバイスを得ることができるので、読者は自分自身に最適なアプローチを見つけることができます。言葉の使い方や気持ちの整理の仕方など、大人になっても役立つ考え方のヒントが満載です。友情やコミュニケーションは人生において非常に重要な要素です。この書籍を通じて、ちいかわたちと一緒に豊かな人間関係を築くためのヒントを学びましょう。この書籍が持つ魅力は、子どもたちが健全な友情を築くための手助けをすることです。その影響は計り知れません。友情やコミュニケーションは、人間関係の基盤を築く上で極めて重要な役割を果たします。したがって、この書籍を通じて、子どもたちが健全な社会的スキルを身につけることができれば、彼らの将来に大きな影響を与えることでしょう。この書籍は、他者との関係構築に関するテーマにリンクしています。社会的なスキルやコミュニケーション能力は、人々が成功するために必要な要素です。そして、その基礎を築くのは子供時代から始まります。したがって、この書籍が子供たちに持続的な影響を与え、彼らが健全な人間関係を築く手助けをすることは、社会全体にとって重要なことです。この書籍が持つ最大のメリットは、子供たちが将来の社会的スキルを磨くための基盤を築く手助けをすることです。健全な友情やコミュニケーション能力は、彼らが成人し、社会で成功するために必要不可欠なスキルです。そのため、この書籍が子どもたちの将来に大きな影響を与えることは疑いの余地がありません。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体は私たちが生きる上での土台であり、その健康がなければどんな目標も達成することは難しいからです。そこで、健康的な体を維持し、美しい姿勢を手に入れるために、ライザップが提供するプログラムが役立ちます。まずは、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このプログラムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、一人一人の目標に合わせたプログラムを作成します。食生活やメンタルのマネージメントも含まれ、健康的なダイエットやリバウンドのリスクを減らします。30日間の無条件全額返金保証があり、安心して取り組むことができます。また、プライベートな空間でトレーニングできるため、初心者や恥ずかしがり屋の方でも安心して始めることができます。次に、ライザップウーマンです。こちらは女性専用のプログラムであり、洗練されたプロポーションに導くことを目指しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含まれます。食事管理も重要視され、低糖質だけでなく、女性に必要な栄養も考慮された食事アドバイスが提供されます。さらに、美容マシンや美肌に効果のある機器も完備されており、トレーニングと相互に効果を高めます。これらのプログラムは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスです。体力がなく運動が苦手な方、産後太りを解消したい方、結婚式のために上半身だけ痩せたい方など、様々なニーズに対応しています。
健康的な体を手に入れ、自信を持って日々を過ごすためにナイザップのプログラムが役立つこと間違いありません。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。